撮影者タイガのエトーファミリーレポート。エトーファミリーの休日に密着いたしました。はい、今から受付します。掃除した人はチケットがもらいました。ありがとうございます。してないけど今から15時に何それ、いろいろやつあるあるある、すげえ。服のはどこ、服のはない、ちょっとお祭りぐらいの人が多いけど。お願いします。くちゃん、きっちゃん集まって。くちゃん、きっちゃんみんな、はい。さあ、誰が一番最初に見つけるかな。さあ、誰が一番かな。パパかな。あ、あるかな。あ、ある？ありそう？ない？ないな。おはよう。オッケー。ありがとう。はい、ナイス、これはもう僕が行こう。ありがとうございます。ちっちゃいからこそトングを使うんだよ。おお、あきちゃんトングの使い方惜しい、惜しいよ。そう、頑張れ。そう、頑張れ、キッペン。あとちょっとなった。こう持つわ、こう持つ。そしたら、あ、取ってみて。そうそう。オッケー。あ、取れた。オッケー。よっしゃ。キピやった。ナイス。キピやったぞ。イエーイ。キピイエーイ。まずは大分クリーン大作戦。MC の MC マックスです。お、福ちゃんあった？福ちゃんあったか。お、飲み取り込み。もういない。お、やった。うまい。これは大きなゴミだね。あった？出るのが早いかもな。お、はいはいはい、ありがとう。あ、ゴミゴミ。そう。はい。舞鶴高校の前あんまゴミないっすね。舞鶴高校の周りはやっぱ常に綺麗というかね、やっぱこう生徒もいいし質もいいしね。OB の顔が見てみたいね、本当に。江戸さんどこ出身でしたっけ？あ、舞鶴高校です。その舞鶴高校です。まあ綺麗な方がいいんだけどね。そもそも大分が綺麗な方がいいんだけど、クリーン大作戦としてはゴミが欲しいと思う。すごい、あそこまで行って。うわ偉いね。うわ偉いね。もう2、3袋行ってますよ。うわちょっとすごい。あ、本物がいた。本物。すごいですね。いっぱいあります？え？いっぱいある。あ、ありますね。持ってる袋。袋が違うもん。レベルが違う。見て、ゆくちゃん、あんなにいっぱい取ってくれてるよ。すごいね。すごいよ。いくらでもあるわ。いくらでもある。え、友達。あ、そう。ある。そう。いくらでもあるよ。あ、みんなあそこに。お、ほら。すごい。オッケー。いっぱいあるね。じゃじゃみんな、足元注意しろよ。足元ね。お、えらい。よし。あれ見て、あそこにも。これ終わらんぞ。あ、あそこのペットボトルがある。来て、こう。おー、ありがとう。うわー、これは大量だ。めっちゃでかいぞ、それは。
三冠取れるかな、逆に取れないんじゃないか。いや、取れない。本当だ。加工してもらった。ひっぺ見ろ。まだある。まだあるか。お前入んないよ。ママはインテリアを探します。ママ見て、ちょうどなんかほら、ママはね、面白いじゃない、これ。千葉時代もね、流木アートを。そうだね、来た。あ、こんなだよ、もう今ちょっともうパンパンだよ。これあるね。大物があるぞ。じゃあ最後それ取って終わりにしましょう。これ大物、引き上げますよ。こんなものがあったぞ。よくないね、ゴミはゴミ箱だね。本当にもういい加減にしてほしいよ。もう意外にしてほしい。おー、最後まで、最後まで、そうそう、引き上げましょう。終わりと言ってもまだ始まってるから素晴らしい。あとチームね、よいしょ。こんなにゴミが、江戸さんの、伊藤さんも、え、あの専門家さん、朝散歩するんですよ。おうおう、必ずゴミが、新しいゴミが落ちてますね。毎朝大きいやっぱ、あの拾う人もおるし、捨てる人もおるね。こういう悲しい現実がね。早い、早い、早い、ゴール、1、2、1、でも早い。唐揚げ、唐揚げ、美味しいですか。美味しい、ゆきっぺ。落ちた。ボボ、食べ食べ食べてるよ。じゃあ行くよ、行くよ、見てるよ。うまっ、うまっ、うまどぐち。新しいの。ホップ、ホップ。Here's how it is.